はい、どうも皆さんこんにちは。サイクルボーイズの森ひかるです。お、始まってた。ミヤピーです。ミヤピーです。今日は何を、今日は何をするんですか。今日はですね、自転車あるんです。自転車あるんだけど、めちゃくちゃ汚れてるやん。何のバイクですか。汚すぎだろ。俺のバイク。洗車の動画になります。今日は100円キニスの道具使って、洗車をしてみましょう。自転車のさ、洗車道具ってさ、高いよね。高いですね。高い。たったブラシ1本だけでなんか1000円、2000円するってであると、なんかこう頻繁に洗車しないとさ、なんかコスパ悪いなって、でも100均だったらさ、100均でこれだけだったらまあ別にっていうのが、その洗う自転車の汚さチェックです。俺が普段なんかこう整備してない、あんまりこう整備しないかも。いやでも普通は整備しないのが誰がどこの部位を洗うか。 V シャトーブリアンでお願いします。でもやっぱり好きなのは鶏胸肉。はい。ちょっと待っちゃった。もちろん今カメラ持ってる、こじけんもやるんだから。俺も、うん、僕が自転車のボディ、ミヤピーがチェーン周り、ポジケンがホイール。シャンパンファイトを始めます。今日のメインディッシュです。ちゃんと洗ってね。ちゃんと洗ってよ。注入ラブ注入。あ、はい、あ、すいません。ごめんなさい、すいません。ちょっとごめんなさい、すいません、騒がしちゃって。いいですね。洗剤ブラシということで、まあ、この中に、どうしよう、そうですね、中に一応洗剤と水とか入れられて、この1本で、清掃が完結するものを、安全面と、あとはまあ手が汚れないように、こういったグローブあるといいかなと思います。100均で売ってますので、ぜひ中性洗剤、界面活性剤が入ってるといいかなと思います。泡立ってきましたね。流していただいて、水を軽く落として、最後は油をつけてあげましょう。ホイールを外しましょう。一番重いギアに入れて塗っていきます。マイクロファイバースポンジ、まあ僕なんかこれランチパックみたいなと思って、ランチパックスポンジと呼ばせていただきましょう。こいつと先ほどしたこれ、ちょっと使ってみようかなと思います。まあ布だったり雑巾だったりで、こうタイヤをね、こう包み込むようにやるってやるといいですね。ロゴの部分もね、綺麗になっていると、乗った人というか見栄えがね、良くなるんで、ぜひやってみてください。もうこれも分解しちゃってやるのが一番綺麗なんですけど、歯ブラシとかで擦ってもいいんですけど、僕はこのやついこうかな。おお、チェーンが回る方向に移動するとギアが回転するんで結構いいですよ。一つのコツですね。以上でホイールは終了です。では次ホイールに行ってみよう。ホイール、ホイールじゃなかった。フレームだった。かわいい。ホイールやったもんね。キュンですもん。キュンですね。今ミヤピーキュンになった。フレーム行ってみよう。圧縮洗車スポンジと、手を保護するための裏紐付きの、これぐらいあればいいかな。おお。こういうふうに撫でるようにして。で、汚れがひどいところも同じ撫でるようにして洗ってあります。ハンドル周りね。ハンドル周り。で、ここもやって、まあ、100均に吹き上げクロスっていう、これを使ってこうボディを吹き上げていきたいと思います。コンプレッサー、エアコンプレッサーがない家でこれを使えばいいかなと思って。あ、ここを洗い忘れだ。
まあこうやってね、誰ですか、誰ですか、ここの担当は誰だろうね。これえ、でもこれってフレームですもんね。あるでしょうね。ちょっと後で洗い直しましょう。汚いですけど。光を反射してます。今回僕らは水を使ったりだとか、まあ、比較的丁寧な感じだったよね。結構丁寧にやった感じなんですけど、まあ、毎週毎週やれとは無理なんで、すごい ここさえやれば本当に劇的に走り変わるんで。自転車のいいところは自転車の走行性能を上げるのと、自転車の点検にもつながるのと愛情が愛情愛情愛情が今日一番重要だ。百均道具でも、まあ、清掃はできるし、まずは手軽に清掃を掃除をですね、自転車始めてみてください。ということで本日の動画は以上になります、はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と面白かったらグッドボタンよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあな。